日経平均株価のの条件が揃いいいままました皆さんおはようごござざすすテクニカルアスターの森口でございます今日もテクニカル分析やっていきますよろし,くお願いします今日のお題は条件は揃ったということなんですがこれ何かというと一目均衡表上である条件が揃ったのでここについての紹介と、まあ、ここから今後の注目ポイントも見えてきますのでについて考えていきたいなというふうに思っておりますぜひ最後までよろしくお願いしますということで今日の内容はですね昨日の振り返り日経平均の条件は揃ったというところそして最後冷やしの一目均衡表プラス MacD で各質のテクニカル分析を行っていきたいと思います ぜひ最後までよろしくお願いします、えー、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのチャート分析を必ず毎朝7時目標で更新をしています皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルですぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは昨日の振り返りからやっていきましょうまずは日経平均株価並びにトピックスマザーズですけども3指数揃って上昇となりました特に日経平均株価が主導して上がっています700円を超える上昇東京エクストロンファーストリテイリングが両方上がっているというところはかなり強い上昇だということですし日経平均株価値下がり目が数はわずか3銘柄ということになって おりますコロナの新規感染者数です。昨日の値が15万2500人、非常に多いですね。7日平均で見てもグーグーと上がってきてますので、えー、警戒が高まってきそうで怖いなというふうに思っております。アメリカ見ていきましょう。3指数上昇しています。続伸ですね。ニューヨークダウが0.15%、ここは結構マイナスの時間帯もあったんですけども、ナスタックは強いですね。1.58%の上昇です。ナスタックのセクター別見ると全部上がってるという感じですが、S&P で見ますと、ヘルスケア、公益事業を超えたところが下がっているということになってます。下がニューヨークダウのヒートマップ。 セールスフォースがかなり上がってますね。ナスタック100のヒートマップを見ていただくと、こちらも上がってる銘柄が多いということです。NVIDIA4.8 とか非常に目立ちますよね。半導体関連が非常に強いなという印象を受けております。それらを踏まえた為替コミュニティですが、マイナスの80円ということで、えー、先日700円上げてますから、まあ、そんなにすぐにポコポコポポ,ポポンと上がっていくわけではなさそうだということですね。ざらばしっかりと見ていきたいと思います。138円の28円、こちらドル円の値です。ここちょっとね、最近140円つけるかつけないかというところで頭打ちになってる感じですか 原油が99.86、ピックスさらに落ち着きまして23.86、10年金利は3%を超えています、3.03、小型株、ラッセル2000が1.43%、大きく上昇していますし、やはり即死数が2.49%の上昇ということになっています。また竹さの暗号資産ですけれども、これは下がっていて、5時台ですかね。 コンと、えー、急落している時間帯もあったのでちょっっと気になっておりますでは見ていきましょう。日経均の条件は揃った。今後動くポイントはどこかについて解説をしていきたいと思います。まずはアメリカ株が終わった時点での日経新聞を読んでいきたいと思います。急激な利上げに動くとの観測が後退相場が底入れしたと見た会が続いたということですね。あとは、えー、中古住宅、販売件数が2年ぶりの低水準、経済指標の悪化、利上げに動くとの見方が一段と和らいだということです。また決算もですね、市場予想ほど悪化せず、投資家心理の 改善ということで、まあ、テスラの決算なんかがあったと思うんですが、時間外では一応上昇していたので、まあ、明日の動きも,もう一回見なければいけませんけれども、決算内容もしっかりと確認していきたいなというふうに思っております。そんな中で昨日の日経平均株価大きく上昇し、3つの条件を満たしました。それが三役好転というものです。順番に見ていきましょう。三役好転とは何かということなんですが、一つ目は転換線が基準線を超えるということです。転換線は9日間の中根、えー、基準線は26日間の中根。中根という言葉にとらわれて必要はありません。高根プラス安値。 割る2ということなんですが、まあ、移動平均線に近いものだと思ってみてください。短期の線が 長期の線を越えたので、ゴールデンクロスになるという感じですね。赤い線が基準線になってますで。基準線もちゃんと上向きに変わってますので、しっかりとした好転が起こったということ。二つ目、地高スパンが株価を超えるということです。地高スパンは26日過去に、今日の終わり値を表示したものですが、26日過去に表示したもの。で、26日前の株価をしっかりと超えてますので、これは好転ということになります。三つ目、株価が雲を超えるということですね、えー。雲というのが先行スパン1と先行スパン2の間ということになるんです がここちょっとややこしくなるのでひとまず見た目上この雲がですね抵抗する予定だったんですけどもグッと越えてきたということになってますので非常にいい状態だっていうことは是非押さえておいてくださいただ三役後天これね字もいいしなんかこれから上がりそうなのかしらなんていうふうに思うかもしれないんですが、まあ、そういうわけではないんですね ただ言えることは株価が強い証拠であることは間違いないということはもちろん言えます。で、各線が今後サポートになる可能性が結構高いよというところはぜひ押さえておいてください。ただ、サインとしてはちょっと遅いんですね。えなぜかというと、この3つの条件を満たすためにはある程度上がってこないといけないということになります。なので、まあ、目先はですね、短期的な調整には注意が必要だし、まあ、騙しになる可能性もゼロではないので、ここは押さえておいてください。で、その先に関しましては次回の雲のねじれはどこっていうところに注目をしてみてください。雲というのは先行スパン1、2、 2と言いまししてて日未来に表示をしてるんですねでその分だけ現在株価よりも先にもこの先行スパン1に雲はですね隠れあの、表示されているわけですよね。そしてそのねじれというのはですね、株価の転換点もしくは加速するポイントなんていうふうに言われたりしますので、まあ、そこのポイントとしてはぜひ押さえておいていただければと思います。で、実際にねじれが起こっていたかと思うんですが、その日がいくつかというと、7月の26、27にちょうどねじれているんですね。で、26、27といえばちょうど FOMC の開催日ということな なってますちなみに今日は日銀の金融政策決定会合のまた ECB 理事会の開催日でもあり、まあ、今日ももちろん注目なんですけどもやはり世界最大の注目点としては FOMC になるだろうなというふうに思っておりますまた、まあ、いろんな企業がありますけども2627で主要企業結構決算を出してきます例えば7月の27日で行くとですね、えー、日本でいうとスクリーンホールディングス 半導体製造装置の大手ですよね、とかサイバーエージェントなんかが決算を予定していますしアメリカ株でいくと7月の26マイクロソフトや g ーグル。28まで行けばアップルとかも出てきますので、まあ、この辺で大きく動く可能性は当然あるんだということをぜひ押さえておいていただければと思います。また、冷やしチャートで過去の FOMC、今年はもう4回開催がありましたが、これナスダックの冷やしチャートなんですけども、重ねてみるとですね、やはり FOMC を起点に結構動いているなということが分かったんですね。なんかいろんなチャートを見ていたら、6月の17、18あたりがですね、結構底打ちして上がってきてるななんてことを皆さんも感じているとは思うんですが、まあ、それがちょうど前回の FOMC。 5月の時だけはこのままぐーっと下げてしまったんですが、3月の時も1月の時も下がってきて FOMC から一回試し動、戻しを試しに行くような展開だったんですが、今回だけはですね、もうすでにある程度戻ってきている、ちょっと底打ちっぽい動きになってきている中で迎える FOMC ということで、ちょっとどっちに動くかなんとも言えないなというふうには思ったりしています。で、日経平均株価と FOMC の日程を重ねてみるとこんな感じになっています。ナスダックと比べると、ナスダックはやっぱり時価にもパンパンって感じでしたけども、日経平均はですね、FOMC 後もう一回 下がるとかね f o m C 後にググっッと上がるとか、えー、まあ多少ちょっと遅延しながら動いていくって感じですかね。他また日本独自の材料なのかもしれませんけども、まあ、このようにですね、やはり FOMC っていうのは大きな起点になることが多いということを押さえておいてください。でその中で一目均衡表の雲と重ねてみるとどんな感じか。これ全部の線をプラスするとよくわからなくなるので、雲だけの表示に変えてみますとこんな感じになります。はい、えー、今度のね、FOMC、雲がねじれますよって話をしてますが、前回は雲のねじれるのちょっと前ですね。で、5月の時にはやはり雲の ねじれと重なっているで、そこからぐーっっっと上ががたたり下がったり下しているでえここは3月ですね。3月の FOMC の時には特にねじれはなかった。でも1月の時にはやっぱりあったということで、まあ、日柄的にもですね、どうしてもそこに重なるんですよね。26日間の、まあ、未来に表示するっていう先行スパン1、2の特性と、そういう日柄的に FOMC 的にもまあ重なることが多くで、また主要決算の企業。 中央企業の決算なんかもですね、重なっていることからですね、こういったところはすごく大きく動くポイントになり得るということ、またどちらに動くとまでは言えないんですけども、現状は雲の上にいるので雲がサポートしてくれる可能性が高いですが、まあ、その上にいてサポートし、受けて上がっていく可能性が高いのか、もしくは転換してまた雲の下に潜ってまた下落してしまう可能性があるのかっていうのを見極めていく必要があるかなと思います。ここで何かが起こるということであって、その先は起こったからのね、一番可能性の高いところを探っていくってこと がすごく重要だと思いますのでそこを一緒に考えていただければと思いますでは2の動画のまとめです 日経平均の条件とはということで、三役工程が達成されましたよということですね。三役工程というのを振り返っておきますと、この三つ。転換線、基準線がゴールデンクロスのような形で超えていくということですね。地高スパンが株価を超えていくこと。そして株価が雲を超えること。この三つの条件が揃っていますので、非常に強い状況であるということです。ただ、サインとしては遅いですから、また短期的な調整が入る可能性はゼロではないですから、そこは注意をしておいてください。今後の動きのポイントとしては、やはり未来に表示されている雲のねじれに注目をすること 警戒ポイントは探るることとができるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますそこが7月の26、27ということで FOMC や主要企業の決算と被るということですね。まあ、7スタックの冷やしチャートを見ますと FOMC で転換の可能性が結構高いので数日遅れて日経平均株価も動くのでやはりあそこの雲のねじれのポイント FOMC の日程というのは注意が必要だろうという話でございました。では今後の質の売買戦略、冷やしの1問均衡表プラス MACD を使いましてテクニカル分析を行っていきましょう。はい、まずは日経平均株価です。日経平均株価は 上ににいいてててあとママククデディィももでですすね表示しているんですがマックもゼロラインを明らかに超えてきたんですねこれは非常に強いサインだとといいう風に言えると思いますただし今、雲のサポートっていうのが今後、ぐん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 と下がっていくということになり、26、27にねじれがあるというところですから、今日の内容をぜひ振り返りをしておいていただければと思います。ただ、上昇エネルギーは強いことは間違いないという風に言えると思います。トピックス見ていきましょう。トピックスにも同じく三役好転が起こっております。またすごく強いですよね。雲の上にいるということですし、直近高値を明らかに超えてきたという と,いうところですからまあ、今後はですねもう各線がサポートになるともともに、えー、あとはトレンドラインとかもね引っ張っておくとさらにサポートなんかが見えてくるんじゃないかなというふうに思います引っ張ってみますとこんな感じですかねまあこういったところも一つのねサポート要因として見ておいてもいいと思いますまずはず見ていきましょうまずは,ずはですねここからの上昇トレンドラインを未だ超えられずにいるっていう感じなんですよねなんでまあここを超えてくるかどうかが最大の注目点かなというふうに思いますはいニューヨークダウン見ていきましょうニューヨークダウンに関しましてはマックディがま まだゼロラインに届いいてないんですねただ、雲の中にこう入り込んできた感じがします。で基準線はまだこうあの下向きのままなので、ここは交転とは呼ばないんですね。でも、地高スパンを超えているので、まあ、この辺はいいサインがいくつか出,て出始めているのかなというふうに思います。サンドピークをくもですね、雲の中にこう入り込んでくる感じ。で、ダウと同じく、基準線はまだ上向きになっていないが、えー、地高スパンを超えている。 で、ゼロラインは超えていないということです。で、これらを満たしているのがナスタックなんですね。ゼロライン超えてますし、はっきりと雲の中に入っていますし、基準線は上向きになっていますし、地コスパンも超えているということですから、やはりナスタック優位に動いていることがよくわかるんじゃないかなというふうに思います。最後、ラッセルです。ラッセルに関しましては、まだ基準線が上向きにはなっていない。えー、チコ、あの、マックディもゼロラインを超えていない。でも、雲の中には入ってきた。地コスパンは超えてきたという感じになっております。なので、まあ、ナスタックの流れに他の指数がついてくるかというところが最大です。 ポイントだだとと思思いいいいまますすのでぜひ押さえて,おいていただければと思いますはい、ということで今日はですね、日経平均の条件みたいなね、表現を使わせていただきましたが、一目均衡表の三役工点が達成されましたよということでした。ぜひ一緒に確認をしておいていただければと思います。また FMC 後の動きに注目ということで、ちょうどそこで雲のねじれがあったり、主要企業の決算が重なっていたり、過去の動きを見る限りは大きな動きになりますので、そこだけは注意をしておいていただければと思います。ナスダックの動きにね、日経金株価数日遅延したりしてますし、またナスダックが先行しているということで、他の米株 指数がのようううににになるかどうかどぜひ注目をしてていいただければというふうに思っておりますでは今日も知らせを入れさせてください。個別メ柄のとことを分析するマガジン。最新記事メタバースになっておりますが、また明日分析記事を上げていきたいと思いますので、月額制正月無料になっております。QR コードや概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。また本に関しましては、2回目の増刷がかかりました。本当にありがとうございます。これに対して書店購入キャンペーン、継続して行っております。書店購入キャンペーンはですね、特別特典がつくような形になってますので、ぜひこちらね、本屋さん ご購入した方はですすね QR コードや概要欄にチェックしししててみくくださいいよろしくお願いしますでは、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドボックボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析を毎朝7時目標で更新していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら